ベッドレイウェンはアメリカ合衆国のパワーリフターであり、プロレスラー。フロリダ州タンパ出身。WWE にてビッグ E のリングネームで所属。学生時代、アイオア大学でアメリカンフットボールで活動し、ディフェンスラインとして活躍。また、在学中に掛け持ちでしていたパワーリフティングに適性があることを見出し、卒業後にはパワーリフティング選手として、 サポルが主催する U.S. パワーリフティングチャンピオンシップ 2010RAW ナショナルパワーリフティングチャンピオンシップ2011にて好記録を残した2009年 WWE とディペロップメント契約参加団体の FCW にてウィリアム・ラングストンのリングネームでデビュー同年ビッグ E ・ラングストンに変更2010年前座の位置からステップアップし スキップシェフィールドとタッグを組んで、タッグ戦線に乗り込むも、シェフィールドの引き立て役となることが多かった。2011年、カルバン・レインズとタッグを組んで、FCW フロリダタッグチーム王座をダッシュした。2012年、ニック・ロジャースとタッグチーム、チームジャケットを結成し活動するが、FCW が新人発掘番組である NXT と合併し、 新生 NXT へと移行後タッグは自然解消。NXT ではシングルで活動し、エーデン・イングリッシュカマーチョと交想。この二人とハンディキャップマッチを行うこともあったが、いずれも勝利。12月6日には NXT 王者であるセスロリンズからベルトをダッシュした。2012年12月17日、w WE に昇格。 RAW のメインイベントであるアージリードルフ・ジグラー VS ジョン・シナビッキー・ゲレロのミックスマッチにてシナがジグラーを攻める間にアージリーから呼ばれ登場しシナを倒した以降ジグラーアージと行動を共にして2013年レッスルマニア29では WWE タック王者のヘルノーと対戦し敗戦しかし翌日の RAW で ダニエル・ブライアンとシングルマッチを行い、仲間のアシストに助けられ勝利した。その後、アルベルト・デルリオとジャック・スワガー、そして、ジグラーが世界ヘビー級王座をめぐっての構想を始めたことで、それに関するシングルマッチやタッグマッチをしつつ、ジグラーをアシストした。6月、NXT にて、ボーダラスに敗れ、NXT 王座を陥落。7月には、ジグラーが、 ベビーターンし、アージを振ったことから構想になり、PPV であるサマースラムで対戦するも敗戦。以降、しばらくスーパースターズや、メインイベントでの出場が中心としていた。10月19日のスマックダウンにおいて、CM パンクとの試合後、パンクを襲撃しようとした、カーティス・アクセルとライバックからパンクを守り、ベビーターン。そして11月18日の、 RAW カントリーにて i c o 王座を保持するアクセルと対戦して勝利しベルトをダッシュした。2014年2月よりリングネームをビッグイエーとマイナーチェンジ。ファンダンゴやダミアンサンドー、ジャックスワガー等から王座防衛をしていたが5月4日のエクストリームルールズ2014にてバッドニュースバレットに敗れ王座陥落した。11月よりエグゼビアウッズ。 コフィ・キングストンとコスペルギミックであるニューデーなるユニットを結成して PV を開始し28日のスマークダウンにカーティス・アクセルスレーター・ゲーターとトリオマッチを行い勝利した2015年4月26日エクストリーム・ルールズ2015にテキングストンと組んで WWE タック王座を保持するブラスリングクラブに挑戦して勝利しベルトをダッシュした ビッグエンディングフィニッシャー。フロントパワースラムの体勢からカッターへと移行する。ビッグスプラッシュストレッチマフラー相手の片足を自分の首の後ろに巻きつけて相手を中ずり状態で持ち上げて相手の膝裏関節にダメージを与える。エルボーエルボースタンプバックハンド、チョップチョップスマッシュクローズラインスピアー通常のスピアーではなくエプロンにいる相手にスーサイドダイブのような形で行う。 イートレインランニングボディブロックスープレックス、スーパープレックスベリー2、バックスープレックスベリー2、ベリースープレックススロイダージャーマンスープレックス裏投げ、スラム裏投げとチョークスラムの複合に、裏投げのようにクラッチして、相手を抱え上げ、相手を下方へ投げ捨てるように背面から落とす。IC 王座、WWE スマックダウンタッグ王座、WEW、コフィキングストーン&、 エグゼビアウツ W コフィキングストーンエグゼビアウツカイ CWW カルバンレインズありがとうございます。